敷かないとイノジンじゃん。よや、何やってんだよこんなとこで。待ち合わせをどこにするか相談してたんだよ。待ち合わせ？ボルト知らない？忍者ヒーローズってゲーム、あれの中で一緒に遊ぼうって話してさ。お前たちも忍者ヒーローズ持ってんの？俺は昨日ようやく手に入れたんだぜ。なら僕らの方が少し先輩だね。マジかよ、先越されてたのか。お前も持ってんならこれから一緒にやんねえか？だな、どうせお前たちに連絡取ろうと思ってたんだ。そんじゃ任務案内所前で落ち合うか。了解、よろしく頼むぜ先輩。また後でな後輩。よし、俺のスーパープレイを鹿大たちに見せてやるってばさ。ゲーム開始っと。そういや、鹿大たちがどんな格好なのか知らねえな。仕方ねえ。おーい鹿大、いるかー。お前、大きな声で俺のリアルネームを晒すなよ。まあまあ、お互いにどんな姿になってるか連絡してなかったのが悪いんだしさ。ってことはこれが鹿大とイノジンか。そうだよ。ほう、鹿大はガーラのおっちゃんの格好なんだな。まあな、親戚だし結構いいだろ。で、お前のその姿は何なんだよイノジン。え、なんかかっこよくない？そうか、芸術的センスが分かってないなボルトは。なあ、格好のことは置いといてよ、早速始めようぜ。任務は僕らの方で受けといたから、ボルトがいいんならすぐに始められるよ。サンキュー、そんじゃやってみますか。オッケー。開始。よっしゃあ、俺に続けってのさ。ボルト、ま、いいんじゃねえの、好き勝手やって、俺はゲームなんだしよ。よっ今ね、いけるぞ。意外と様になってるじゃねえか。芸術魂がうずいてきたぜ。俺ってば現実でもゲームでも才能ありまくりってことだろ。僕らのフォローがあることを知らないで調子に乗っちゃってるよ。初心者あるあるだな。癒さねえよ今ね。
行けるぞ。勇者バズル、いつでも行けます。芸術魂がうずいてきたぜ。そろそろ勝てそうじゃね。あとは最後の締め方だ。ド派手な武器で決めたいとこだよね。狙ってみるってばさ。いつでも行けます。一気に行こう。やっぱ力士たちと遊ぶと面白いってばさ。見せてあげる。油断大敵、一気にぶち抜く。カトン防火球の術、勝負あり。こんなところね。ナイス。じゃあな。こうしてゲームの世界で絡むのもいいな。ああ、なんつうか非日常感あって面白いよな。そういえばボルトはなんでこのゲームを始めたの？やっぱり流行りだしたから？ほら、今父ちゃんの首飾りが手に入るキャンペーンやってんだろ。あれをヒマのやつが欲しがってさ。ああ、CM でやってるあれか。でもそれについては未だに情報出てないんだよね。後日発表するとかで。マジかよ。それ目的でゲームを始めた俺はどうすりゃいいんだってばさ。にしても人増えたよな。うん、僕らが始めた頃に比べたら倍かそれ以上だよね。のナナシ。またあんた。首飾りのキャンペーンについて情報が出てないらしいじゃん。俺はあの首飾りが欲しいんだけど、どうしたらいいんだよ。知らないわよ。私はイベントのナビをやってるだけで、キャンペーンの案内をしてるわけじゃないし。それじゃあ情報が更新されるまで待っとくしかねえのかよ。まあそういうことね。それじゃ話は終わりってことで。ちょっと待った。何よ、キャンペーンのことならしつこく聞かれてもわからないわよ。いや、それはそれとしてさ、さっきの俺の活躍見てくれたか？はい。攻撃の畳みかけすごかっただろ。回避行動もバッチリできてたと思うんだよな。いや、見てないし。っていうか見てるわけないし。んだよ、せっかく大活躍したってのに。あいつなんでナビキャラクターと親しげなんだよ。それ以前に僕らが話しかけた時の反応と違くない？あれコンピューターで制御してるんでしょ？相手に応じて態度を変えてるってのか？すげえ技術を取り入れてんだな。あ、もしくは裏で誰かが操ってたりして。まあ確かにありえるかもな。悪い悪い、ちょっと知り合い見つけてよ。知り合いね。俺たちはそろそろ戻るぜ。もうかよ。現実の方で夜間任務があるんだよ。これからそれの準備だ。めんどくせえけど。そうなのか、それなら仕方ねえか。頑張ってこいよ。じゃあね。またな。やっぱ知ってるやつと一緒にゲームやんのは楽しいな。今度は美月たちも。ゲームやりすぎたかな。母ちゃん、ご飯。